マンフレドーニアは、イタリア共和国、プリラシュフ州法ジャ県にある、人口約5万7千人の基礎自治体。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。マンフレドーニアには、以下の分離集落がある。マンフレドーニアの歴史は、イリリアから海を渡ってきて古代シポント付近に、定住した古代ダウニ族にまで遡る。実際、この都市は、 トロイ戦争の英雄、ディオメデスに起源を発している。続いて、ローマ人に征服された。1223年の実震には、独製の沼に代わり、フェデリーコ2世の息子、マンフレーディが、自らの名をつけて少し北に都市を企画し創設した。1256年に礎石が置かれた。近くのシポントの遺跡を使用してマンフレドーニアは、作られた。マンフレーディは、 城の建設を開始したが、ベネベントの戦いで、シャルル・ダンジューと戦って死んだため、彼の存命中には終わらなかった。アンジュー家は、ギベリーニのマンフレーディの記憶をなくすため城の建設を終わらせ、街の名前をシポンタムのベラムに変えたが定着しなかった。1620年、マンフレドーニアは、オスマン帝国の残虐な崩壊や略奪などの攻撃により、 被害を受け、城と城壁だけが残った。再建は遅れ、1800年代初頭に、街道や港、商業の促進などが改善され、町は新たに拡大と成長した。アドリア海での漁港では、最も活発で、また、マンフレドーニア近郊のシポントでの海水浴は、旅行者の人気の中心になっている。方園シュタウフェンアンジュの城、サンタ。 マリアディ・シポントのバジリカ、3、レオナルド教会などの建造物が記憶に残る。ありがとうございます。